V1 の生き残りをかけた3連戦のチャレンジ4のこれが2日目です。スターカモネス5位の PFU ブルーキャッツ、そして6位の黒部アクアフェアリスの対戦となります。お、手前に落とすサーブです。ライトです。おお、強烈でした。10対5です。で、後ろ使ってきては浅いです。アンダーでワンバー上げる。レフトからリーが来た。このディがちょっと乱れました。ここは筒井のところです。やや崩されてうまく打ちました。江端ライトから江端、決まりました。4点差、リーのところだいぶ後ろに下がっていましたが、その前でした。今度やや伸びるところです。まばしを狙いました。そのまままばしが打ちでいきます。ワンタッチあって決めました。さあ、第1セットは昨日敗れた黒部が取りました。うまく打つ、よく拾った。ナイスティング。もう一回黒部が今度はレフトに行ってブロックだ。止めた。このラリーは PFU の勝ち。で、よく組み立ててきましたね。はい、しまったライトに上げて落としました。津賀です。さあ、リーがレフトからブロックかけてアウト。点差。ライトで津賀です。ワンタッチアウトアウトになりました。サーブはドリスです。これでレフトに行ったがストレート、際どいところにまばし打っていきました。チャレンジ。かな。うわー、入ったか。さあ、これで追いついてデュースです。しっかり筒井がカバーした。後ろから堀口が来た。両手ガッツポーズ。まあ、この2人ですよね。はい、作ります。後ろ使ってきた。ここで堀口できた。最後ラスト2ポイントはこの人でした。素晴らしい活躍でしたね。いやー、この第2セットデュースをものにしたのは PFU です。あーっと、ちょっとこれは乱れました。タイムアウト明けですが、結構勢い乗るパターンのやつなんですね。あー、なるほど。あー、これ崩した。サービスエースがここで出ました。いいところで出ましたね。さあ、大差をつけてこのセットは黒部が取りました。うまく上げた。バンバのディグからの、ね、一連の流れ素晴らしいですね。はい、綺麗なあの一連の流れですよね。このトランジション、バンバのよく拾いました。はい、セットも綺麗でした。はい、はい、ワンハンド投げた。あー、そこをドリスが止めた。ここでドリスのブロックが出ました。12対12。これで堀口使ってくる。決めた堀口。ワンハンドで上げた。あ、ネット際になって両手で落としました。少しね、精度が落ちたところね、堀口逃がさなかったですね。はい、D に行く。なんとか上げた。ドリスを落とす。クロスはアウトになりました。さあ、第4セット PFU が取りました。これでセットカウント2対2。
ワンレグの方に回らないんですね。はあ、そうですね。おお、ここでサービスエースが出た。しましたね。はい。上がった。つないだ。よくディグしました。高くバンバ返して、はい。ドリスと、そうですね。はい、ドリスで来ました。サーブは回しです。おお、ちょっと奥へのサーブでした。ドリス続けるが、これはギリギリだ。アウト、なんかアウトでした。しっかり返った。ちょっと動いた。リーを使ってきたがギリギリになった。アウトだ。さあギリギリ、すごい試合してますね。今度は TFU が追いついた。A、パス変える。後ろだ。続けた。いいできた。取れない。3枚いましたが粉砕しました。触ってきたんですけどね、いやいや近くなった。動かしてくる。落とす。さあ黒部チャンス。またリーダーが、あ、プッシャー決まった。そこでプッシュ、オーバープッシュは難しい。いやー、これで黒部が望みをつなぎました。ファイナルセットまで行って、ファイナルセットもデュースになってという展開でした。いやー、どえらい試合でしたね。そうでしたね。Very difficult, but I'm really happy that our team fought really hard and we came out on top. It was great. すごく難しい試合でしたけれども、チームみんな一丸となって戦えたことがすごく良かったと思います。